はい、子供さんの前髪ですね。いきますね。はい、でまずは、まあ、サラサラ系なんで下ろすタイプ、うん、これよくありますよね、うん、でやっぱり柔らかい人は斜めにもしてください。また違う感じに見えません？お母さんどうです？おちょっとね、ちょっとなんか部長みたいに見えますよね。部長というかね、なんかこう部長みたいに見えてきましたね。で、下ろすのもありやし、ちょっとワックスとか使うんですけど、斜めにするのも可愛いし、ちょっと寝癖みたいに、ね、なってますけど。で、まあ冬場なんで、まあ、最終的な結論を言うとね、帽子をかぶせましょうか。どうです？かわいい。かわいいね。こういうのもいけます。でね、帽子かぶせるときにやっぱり前髪、子供の場合は前髪出した方が。出した方がいい。うん。でいつもどう？出してる。出してる。でも上げとるときもある。あ、上げとるときもある。まあ、ね、今回出しましょうか。うんうんうん、でこういうバージョンもありますので、うん、ぜひやってみてください。サイドなしじゃん。そうそうそう。あ、サイドがここ刈り上げてるので2ブロック刈り上げてるのであえてここを出す方が帽子には合います。という理由です。じゃあ皆さんさようなら。バイバ イ。笑ってませんけど。バイバイ。ちょっとすいません。ちょっともうちょっと高い位置に。バイバーイ。おー。かわいい。かわいいね。こういうのも。ほんでね、帽子かぶせるときにやっぱり前髪、子供の場合は前髪出した方が。出した方がいい。うん。でいつもどう？出してる。出してる。でも上げとる時もある。あ、上げとる時もある。まあ、今回出しましょうか。うんうんうん、でこういうバージョンもありますので、うん、ぜひやってみてください。サイドなしじゃん。そうそうそう。あ、サイドがここ刈り上げてるので2ブロック刈り上げてるのであえてここを出す方が帽子には合います。